やるね。はい、エルカチャンネルのショウです。牛です。キリトです。今回はですね、3人で近くにですね、そういう坂道があるらしくて、今から行きます。幽霊坂、熊本県町に昔からある坂道。赤ちゃんを連れた女性の霊が出ると地元では噂になっている。さあ、ここがですね、地元で有名らしいです。幽霊坂ですかね。2人とも喋ってください。喋ってくれないと俺本気で怖いんですけど。幽霊がっていうより道が怖いんですよ、ここ。あっち怖い、これ。この道は怖いですね。ねえ、で、この、なんだろう、カーブ怖くて狭いから。で、ここどんな話があるんですか。ここは親子の幽霊が出るっていう話です。まあ出てもおかしくないけど、悲しい話があったんですね。いや、わからないんです、全く。もうやっぱ噂の話ですか。さん、おとなしいっすよ。こういう系統は怖いね。あー、もう俺も怖いですよ。ウシも怖いよね。ぼちぼちですね。まあ、まだ続々とした感じはないんで、そこまではないんですけど、なんかあったの？そう、これ看板なんだろうなと思って、こんなところに。バックしましょうか。そうですね。不法投棄かなんかかな。あ、そうかもね。なんか家っていう字が見える。なんだろうね。落書きもして。そうね。不法投棄するなってやつかもね。家庭ゴミかなんかかな、うん、と思うよ、多分ね。さっきもあったよね、あれだけ。あ、やっぱ結構不法投棄の、ほら、こういうゴミを捨てないでっていうのが、これだろうね、じゃあ、うん、きっとさっきのも。さあ、坂道はこれで終わりみたいですね。そうですね、うん、もう普通の道にガッチャンコします。まあ、一人だったらこの道通りません。昼でも薄暗いんじゃないと。そうですね。はい、ということで坂道はこれで終わりです。降りるのも怖いな。
さつさ。ブロックっていうか、なんかそれっぽく見えるけど、ただの木かな。なんか白っぽく見えてるのは。あ、そう、なんかあるよね。ほんとね、白いのだろ、うん、ちょっと、降りていけんかな。ちょっと降ります。うん、いいよ。はい。54年かなんか見えるよ、数字が。これなんだろうね、その奥。これなんだろう、ブロックっぽいけど木じゃないよね。なんであそこだっけね。ねえ、あれかな、砂防ダム下がってるよね、その先。うん、危険な通りがするけど。もう読めんね、あれはね。昭和54年までかな。カメラ録画になってる。うん、今ウーシーが車に乗った瞬間から蜘蛛の巣があって言ってたんで、うん、髪の毛自分の、いや長かった。蜘蛛の巣ならまだほら、今追ったところならわかるかい。蜘蛛、うん、の巣じゃないんだよね。そうね、髪の毛っぽかったけど。いや、降りる方が楽かなと思ったけど怖いね。そうね。いや、で、今さっきのほんとなんか上口にっていうのが俺びっくりしたんだよ。そうね。これで降りたかな。あー、降りましたね。降りました。はーい。はい、ということで今、うん、幽霊坂行ってきました。まあ、特にですね、これといったことはなかったんですけど、蜘蛛の巣じゃないんだよね。道がやっぱ狭いし、あの何、切り返しのところって言えばいいの、あれが結構急だなとは思いました。まあ一人だったら行かないですね、通らない道ですね、あそこは。ということで今回の動画はここまでです。俺たちにかかってこい。